は勘違いのアンブラ。昔、昔、夜が暮れると辺りが暗くなる。暗くなって何も見えなくなる。人々は暗い中、あてもなくさまよう。暗い中を恐怖と思い、これを月影によって支配された視界を疑い、夜という時間になぜか恐怖の種を植え付けられたようだ。夜になると妖怪にさらわれる、食べられるという噂や不吉な出来事、山から何かが降りてくるなど、人々は夜に起きる不気味で気味の悪い噂を創作し、知らない者にそう伝え、夜間の外出を禁止していた。時にはそれが見えぬ月影、なんて呼ばれていた。ある話では異世界に飛ばされるなんていう大げさな噂も存在する。明かりがなく、深い闇の先には何が潜んでいるか分かったものじゃないから。だから人々は夜という時刻に差し掛かると即座に明るくなるまでそれを待つというのだ。しかし、現代に至るまでそれは遠い昔の出来事だ。あ、ナレコだよ。今日は森の奥にて動画撮影に来たよ。ナレコ様がどれだけ偉いかを証明してやるよ。うふふ、こんなところに来たが最後、ナレコ様の手によってこの森は支配するのさ。どうだ、すごいだろう。え、スルー、そうすっか。あはは。それにはその男の子の父親が書いたものでした。でもなぜくしゃくしゃにされていたのかはわかりません。ここにいれば私はこのおかしな住人だらけのアンダーグラウンドで暮らさないといけなくなるの。その家族がグルになって私をアンダーグラウンドの住人へと仕立てようとしているのかもしれません。でもどうしてこのような倉庫に置いてあるのか。そもそも、このようなメッセージを誰かに伝えるのなら送るとかするわずですが、誰にも見せつけない。まるで家族だけの隠し事、誰かにバレたらでまずいことなの、と思っちゃいました。それにこの父親もだいぶ息子を溺愛しているのでしょうか。父親はアングラ世界の頂点に立つような人だと歌っていますし、父親は愛する息子のためでどんなことでもこなすためなのでしょうか。そう考えると、考えるほど恐怖が込み上げていきます。だって、そばから見たら異常と言えるほど、頭のネジがぶっ飛んだとも言えるほどに理想に囚われているんでしょうか。そんな、私は息子の将来に嫁ぐためにあの親に執拗に狙われているかも。母親はともかく父親にはまだ会っていない。油断できなさそう。そしてここから逃げ出せるのかどうかわからないまま、私はだんだんと前を突き進むのを諦めかけていきそうになりました。ああ、光も少ない闇に染まった部分に私は入り込もうとしているんでしょうか。そうだよ。愛する息子のためだ。君にはしっかりと嫁いでもらおう。じゃないと息子の未来にかかっているんだ。息子は将来に赴くためにアイデンティティを持ち、社会にも有利的で、自分で大きな目標だって掲げる。自慢の息子が世界を我が物にする。そんなことは誰も知らない。可愛い小娘をさらう不埒な奴は許されないだろう。このアンダーグラウンドという待遇でどれだけ希望をつかめず、絶え間なく絶望する。想像するだけで、拭えないものと思えるだろう。第一、息子は学校では優等生でなければならない。いじめとか幼稚みたいなことをされてはいけない。息子は常に完璧であるべきだ。その辺を理解しないのはおかしな話だろう。息子は完璧だから。ふふ、私が、息子が完璧、と歌っているがこれは事実であるのだから。息子は将来なんだってできるし、誰にだって負けない自信くらいあるだろう。完璧、だからこそ誇らしく言えるのだ。なんでしょうか。まるで誰かがわざと私にまで聞こえるようなことを言ったのでしょうか。完璧、それは。息子は完全無欠で、短所がなく頭脳よく、完璧すぎるってこと。父親は息子を操り人形のごとく自身の目的として動かしたのかしら。その息子は生まれた時からすでに将来と将来のお嫁さんが父親。もしくは母親のどちらかが決め、二人は息子にそう教え続けた。そう、呪文のように、それを信じた息子は学校で私と出会うことに運命を感じた。私も普通に恋愛して、好きになってくれればそれはそれでいいかなと思ったんだけど、まるであたかも計画されていて、成功するものだと思われているし、狙われているのかもしれない。そんな感じでしかないの。怖い。無理やり私を誘拐したんだし、あのようなやり方だと私はこの家族と一生いられるはずがない。息子を溺愛し、息子のために何だってする親の考え方がどこか変わっている。それにその息子さんとはまだ友達関係にまではなっていないし、お話をした覚えもない。この時点で他人。なのに親の都合ですでに決まった状態。
担任の先生にこのことを話したら信じてもらえるのかしら。どう考えても、普通に恋愛するものの領域を超えてしまっている、ものにする、ような感じだわ。しばらくの戦慄の後、ここでずっといても意味がないので、ちょっとだけ倉庫を調べました。すると何かのボタン、みたいなのが見つかりました。何かしら、押して、大丈夫なの。これは押していいのか良くないのか。でもよく見ると横には張り紙が。張り紙にはこう書かれていました。怪しげな夜の不幸。ゲーム。秩序。崩壊。一体、どういうことでしょう。ゲーム、秩序、崩壊。ゲームで秩序が崩壊するってこと、ゲーム依存症が増えて、崩壊するってわけ。一体何なのかよくわかりませんが、このボタンを押すと何かが起きるのかもしれません。すると、あの足音が。そう、走り回る母親の音、戻ってきたようです。やばい。でも押されずにいられないわ。私は慌てて、そのボタンを押したの。あれ、結局何だったのかしら。特に押したところで、何か大きな音が鳴ったわけもないし。ドタバタと母親のあの走り回る音が聞こえて、私はボタンのことよりか、見つかったらやばいということに疑問よりか恐怖が最優先でした。しばらくするとあのドタバタという音は聞こえなくなりましたが、静まり返った廊下から何かの会話が聞こえてきました。ごめんね、いつか必ず見つけて絶対にくっつけるねー。ふふ、大丈夫、お父さんとお母さんは愛するあなたのために死に物狂いで何でもしてあげるんだからねー。あはは、ありがとう。絶対にヨウムさんを捕まえてよ。捕まえたら、クラスのみんなに自慢するんだー。僕はマドンナのヨウムさんと付き合ってます、って。ふふ、それは嬉しいねー。お母さんとお父さんの自慢の息子だよ。ぜひとも将来は誰よりも幸せになるんだよー。僕はね、早くヨウムさんと一緒になりたいんだ。もう毎日、ヨウムさんのことしか考えられないんだ。お父さんとお母さんで頑張ってくれよ。僕の将来はゲームで地球を支配すること。絶対に叶えてみせるんだからねー。ゲーム、支配、さっきのことを思い出しました。やはり、あのボタンはゲームで秩序を崩壊し、人間はゲームで満たされ、滅びる、ということなのでしょうか。ここまで来て、息子さんの野望が明らかになりました。そしてそれに父親と母親は総力を挙げてなのか、私を見つけようと必死です。私もこんなところでいつまでも怯えているだけじゃ、いずれ見つかってしまう。それにあのような会話で、一部始終を見てしまった。もう、逃げる、しかないんでしょう。少しずつ、バレないように歩きました。出口さえ見つけていませんが、今はとにかくここから出ないと、私は救われない気がします。なぜならば、勘違い、しているのですから、その勘違いというのがアングラはアングラでもここはその家族だけで成り立ったアングラだったのでしょうか。私が思っていた、闇市のようなアングラではなく、その家族に異常が見られるヤバいところだったのでしょうか。宗教的とは言えませんが、母親も父親も息子を溺愛するばかり、もはや奴隷のように言いなり、息子は玉座に座る偉い人、そして私はその息子さんに嫁ぐ運命、もう考えるだけで、やみそうでした。でもここから抜け出せればきっとそんな気持ちも吹き飛ぶ。私は走ることにしました。もうバレてもいい。やけくそです。すると、私が逃げ出したのを気づいたのか、追ってくるのでした。待ちなさい、息子と結婚しろ、逃げるな、裏切り者を。お母さん捕まえるんだー。逃がすな。奇声のように私に向かって叫ぶ二人はとても人間とはかけ離れた恐ろしい形相で迫ってくるのでした。怖さもヤバさも倍増。しばらく走り続けました。バテることなんてどうでもよく私は二人を巻くために走り続けていました。そのためか、ようやく二人を巻いたようです。やったわ。気づいたらもう外に出ちゃった。だけど、この試練は終わったのか。疑問だけが浮かび上がります。第30話に続きます。